こんばんは。皆様見えてますか？さあ始まりました、晴れのちショッピング。今日の担当はウェザーニュースキャスターの時田瑞希です。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様コメント来てるかな？お、たくさん参加してくださってますね。こんばんは、こんばんみーこんばんみーちゃん、こんばんはたげ、こんばんはたげよろしくお願いします。さて、晴れのちショッピング、今日もお送りしていきたいんですが、まずはですね、今月1月1日に発生した能登半島地震のお話を少ししていきたいと思います。ウェザーニュースライブでも何度もお伝えしていた通り、チャリティーウェザーリポートというものをウェザーニュースでは開催しておりまして、皆様からいただくリポートでしたり、お天気のご報告などが1ポイント1円として寄付されるチャリティーウェザーリポート臨時で開催しておりました。たくさんご参加いただきありがとうございました。そして au ペイマーケットでも寄付をすることができますので、一緒にサイトから確認していきましょう。au ペイマーケットのアプリを開いていただいて、一番上でこちらのふるさと納税というところをタップします。下にスライドしていきまして、ここの人気ランキングから選ぶのところの総合というところをタップしていただくとページが飛びまして、左上に au ペイふるさと納税という小さい文字が出てくるので、こちらをタップしていきます。そうすると上から2番目に令和6年能登半島地震災害支援寄付を受付中ですというものが出てきます。こちらをタップしていただくと詳しい内容を確認することができるんですね。こんな風にふるさと納税で被災地を支援することもできますので、皆様ぜひご参加いただければと思います。ということでお知らせをしていきました。さて、この番組はファンの皆様と共に作り上げるライブショッピング番組となっております。コメントをたくさんいただけると心強いので、ぜひよろしくお願いします。そしてこの番組は切り抜きも自由ですので、切り抜き職人さんの出番ですね、はい、日頃からウェザーニュースライブもたくさん切り抜いていただいていますが、ぜひこちらの晴れのちショッピングも切り抜いていただいて、 SNS などでハッシュタグ晴れのちショッピングをつけて拡散していただけると幸いです。そして晴れのちショッピングは今年から2時間番組になりました。大きくなった、より長く晴れのちショッピングをお送りできるということですよね。いつも見てくださっている皆様のおかげです。今日も2時間よろしくお願いします。そしてコメントもたくさんいただいていますね。ここからは2月のこのライブ TV の予告をしていきたいと思います。2月引き続きウェザーニュースキャスターがこのライブ TV に出演します。まず5日が19時から檜山さやキャスター、さやさんが出演します。9日金曜日の19時からは小川千奈キャスター、13日19時からは青原桃香キャスター、そして19日の19時からは大島リノンキャスター、27日火曜日の19時からは私時田瑞希がお送りします。29日木曜日の19時からは小牧結衣キャスターが出演予定です。ちなみにライブ TV ではさまざまな公式 SNS もございますので、ぜひ皆様フォローの方もよろしくお願いします。たくさんありますね。 X、YouTube、TikTok、Instagram、 要チェックです。私たちウェザーニュースキャスターも出演させていただいてるんですよね、この SNS に。そしてオフショット、番組後の感想動画など見られるかもしれませんので、この番組中、番組後も必見です。ライブ TV の公式 X をリアルタイムで活用した企画もありますので、ぜひフォローしてご参加いただけると嬉しいです。そして
ここで先週の1月23日から実施しているウェザーニュースキャスターのサイン入りフォトブックが当たるプレゼント企画についてのお知らせです。昨日私もウェザーニュースライブイブニング内でご紹介させていただいたんですよ、このフォトブック。今回も見ていきたいと思います。明日1月30日の23時59分までが締め切りですので、ぜひご参加ください。こちらのフォトブックです。ライブ TV さんの公式 X をフォローしていただいて、この上のツイートを見つけていただきます。固定されているのですぐ上に出てきますね。このツイートをいいねしてリポストする、あ、ポストか、このポストをいいねとリポストしていただきます。これで応募完了ですね。ぜひね、皆様たくさんご参加いただければと思います。抽選で10名様にプレゼントいたします。参加方法など詳しい内容がこちらツイートの返信欄の方に表示されていますね。当選者連絡についてなど詳しい情報もこちらから確認することができます。当選の有無は当たった方に DM でご連絡いたします。応募期間は明日の23時59分までですので、くれぐれもお忘れなく。まだ参加してなかったという方は今のうちにぜひご参加ください。注意事項はしっかりと読んでおいてくださいね。サンプルちょっと見ていきましょうか。表紙がこんな感じで、ゆいさんとゆいこちゃんとももちゃん3人の写真、かわいいですよね。乾杯してます。中を見てみるとめちゃくちゃ豪華なんですけど、直筆サインがあるんですよ、6人分。すごくないですか。これは12月の晴れのちショッピングに参加した全キャスターのサインです。あとは中身もちらっとお見せしましょうかね。わあ、いいですね。どのページちら見せしようかな。あ、いいですね、このページ。ももちゃんとゆいこちゃんの写真がもう見開き2ページに載ってるんですけれども、表情豊かで可愛い。どういう瞬間なんだろう。ももちゃんが一生懸命お料理してるのもいいですし、ゆいこちゃんがこの山作ってるのもいいですね。これ馬ひ山のポーズですよね。ゆいこちゃんも馬ひ山したのかな。すごくね、お写真もカメラマンさんに撮っていただいたということで綺麗で見とれちゃいますね。あとは今は見せられないんですけれども、あやちさんとせんちゃんのサンタ姿の写真もあるんですよ。もうね、夢中で見ちゃいますね、可愛すぎて。そんなね、フォト盛りだくさんなフォトブックになっておりますので、たくさんのご応募お待ちしています。皆様からコメントもたくさんいただいていますね。参加しました、 ありがとうございます。見せて。いやー、これは当たってからのお楽しみですね。食いついちゃいます。ということで、フォトブックのお知らせでした。ではここからは最初のコーナーに参りましょう。画面右下のカートボタンを押すと商品がずらっと出てきますので、こちらの商品を今からご紹介していきたいと思います。皆様、右下のカートボタン分かりますか。タップしていただいて
商品がずらりと出てくるかと思います。今回この番組を支えてくださっている店舗さんは北海道とれたて本舗さんです。もう名前からして美味しそうですよね。北海道なんてもう美味しいものの宝庫ですから、まず北海道とれたて本舗さんの店舗ページを見ていきましょう。一緒に見ていきたいと思います。お、一番上に紅はるか使用の干し芋が出てきました。私紅はるかの干し芋大好きなんですよね。あのねっとり柔らかいものが多いので干し芋にしてもこう甘みがギュッと詰まってて大好きなんですよ。700円で手に入るんですか、いいなぁ。わぁ、オニオンポタージュ南高梅美味しそう。半額クーポンなんかもたくさん発行されてますね。うわ、極上品のボイルズワイガニの足、いいですね。この寒い時期カニ食べたくなりますよね。カニ鍋とかいいんじゃないですか。あ、馬刺し、私馬刺し大好きです。これって冷凍で届くってことですよね。あの九州だと結構いろんな居酒屋さんとかで馬刺し出てきたりするんですけど、あんまり関東だと馬刺し見ないので、冷凍で頼んで家でちょこちょこ食べられたら最高ですね。皆さん気になるものはありましたか。カニ鍋いいな、馬刺しええやん。馬刺しええですよね。気になるメニューがたくさんです。骨付きチキン、わーいいな。イカの柔らか、イカもあるんだ。北海道といえば海の幸のイメージがありますよね。数の子、あ、海鮮丼の素っていうものがあります。鉄火漬けマグロ、ネギトロ、サーモン、トロサーモン、イカサーモン、あ、いろんな種類があるんですね、海鮮丼の中でも。タップしてみると、あ、詳しい内容を見ることができます。ご飯は自分で用意して、その上にこの海鮮丼の素を乗せると海鮮丼が一瞬でできるってことですよね。画期的。ご飯を3合とか炊いて、で食べて次の日あと2合余ってるみたいな時あるじゃないですか。でも新しいおかず作るのもちょっとなみたいな時にこういうのあったら最高ですよね。ご飯温めて乗せたら海鮮丼が家で食べられるなんていいな。あ、ハンバーグも美味しそう。今日試食できるメニューにもハンバーグがあるんですよね。ということで、もうお腹が限界まで空いてきましたので、早速ですね、一つ目の商品からご紹介していきたいと思います。最初はこちら、野菜入りデミグラス煮込みハンバーグです。やったー。美味しそう。ハンバーグの気分すぎる今。今日のために結構お腹を空かせてきたんですよ。昨日のイブニング内でもう今から食事控えようかなってお話をしていて、昨日の20時ぐらいに。でもそうすると始まりました腹のちショッピングって、限界の状態でオープニングをしてしまうことになるので、昨日はしっかり食べました。いや、いい感じにお腹空きましたね。では皆様と一緒に商品ページを見ていきましょう。右下のカートボタンから商品の詳細をチェックしてください。こっち、うわ、いいですね。もうこの
お肉がふわふわでジューシーなのが断面の写真から伝わってくる。うわ、ほかほか。皆さん、ハンバーグは何で食べるのが好きですか？デミグラスは定番ですよね。この濃厚なソースがジューシーなお肉に染み込んで最高なんだよな。ソースも2袋ついてくるんですね。あ、ソース温めるだけですぐ食べられるということで、お腹ペコペコの時もぴったりですね。手間がかかって大変な本格的煮込みハンバーグが簡単に食べられる。確かに煮込みハンバーグって結構時間かかりますもんね、作るってなると。母も実家で煮込みハンバーグよく作ってくれてたんですけれども、もういい匂いがずっと漂ってくるんですよね。何十分も焦らされて焦らされて食べていたんですけど、これだったらもうすぐ温めてすぐ食べられる。いいですね。野菜の旨味が溶け込んでいます。玉ねぎ、じゃがいも、人参、生姜、ニンニクが使われてるんですね。美味しそうですね。皆さんどうですか？元気出そう。貝やな貝やな、これは白米必須。あー、いいですね。ご飯と合わせてハンバーグいただくのも最高ですよね。あのソースが濃厚なので、ソースたっぷりのハンバーグ食べた後に白米で一旦お口をリセットするというね、あの時間幸せですよね。野菜たくさん、美味しそう。腹減ったぜひ一緒に食べながらご覧ください。やってきました、煮込みハンバーグ。うわー、美味しそう。見えますか？つやっつや、ソースたっぷりですね。見てください、これ。え、じゃあ早速食べていいですか？フォークとナイフ入れていきますね。うわー、柔らかい。力を入れなくても簡単に切れます。うわー、ちょっとソースいっぱいつけていただきます。いや、ソースがですね、野菜の旨味がダイレクトに伝わってくる美味しさ。あの濃厚で、なんでしょうね、このお肉の柔らかさと旨味を存分に引き立ててくれるんですけど、ソースの存在感もしっかりあって、うわ、これはご飯止まりません。お肉も柔らかい。わかります、私あんまり歯使ってないです頑張れば歯使わずに食べられるぐらい柔らかい。あ、みんな食べたいって超美味しそう。そうなんですよ。え、お野菜も食べようかな。これはじゃがいもかな。お野菜にも合います、このソース。やっぱり野菜の旨味が染み出しているので、すごくね、素材の味を邪魔せず美味しさを引き立ててくれています。はあ、幸せだ。じゃあ半分ぐらいいっちゃおうかな残ってる分の半分結構大きいですけど、
いただきます。入れすぎるからこうなることは分かってたはずなんですけど美味しすぎて止められませんでした自分を食リポのためにはね、多分ちっちゃく切ってちょこっと食べるのがいいんですけど、でも美味しすぎて全部食べたい止められない、やめられない止まらないじゃあ後ほどいただこうかな、この半分はまだいいですよ、あ、いいんですか食べて、え、じゃあ完食していいですかこれ何個でもいけちゃうので、2個目はチーズ乗せてアレンジしたりとかもいいかもしれないです。商品ページに載ってたんですけど、チーズを乗せてとろーりこんな感じでね、この美味しさだったら1食16個ぐらいいけると思うので8個目ぐらいからチーズ乗せるのいいんじゃないですかということで完食いたしました。ごちそうさまでした。お野菜は後ほどいただきます。ではこちらのお値段確認していきましょうか。この美味しいハンバーグが2000円です。税込み2000円、 200g かける2袋、 400g 入って2000円ということで、たくさん食べられて満足感もあって、このお家でね、あ、ちょっとハンバーグ食べたいなっていう時、ご飯温めてこのハンバーグ用意したら、もう一瞬で煮込みハンバーグ、デミグラスの旨味たっぷりの煮込みハンバーグが食べられるんですね。いいなぁ。しかも1500円クーポン使えるってなってますよ。今がチャンスじゃないですか。皆さんもぜひチェックしてください。では続いての商品見ていきましょうか。続いての商品はこちら、絹の調べです。名前だけ聞くと何だろうと思いますけれども、こちらがもっちりもち生地で粒あんを優しく包み込んだものなんですね。美味しそう。食べたことありますかね皆さん、絹の調べ。私は食べたことないですね。商品ページ一緒に見て確認していきましょう。右下のカウントボタンから商品の詳細をチェックしてください。10個入りで1500円オフクーポンを使えば700円、安い。1個100円切ってるじゃないですか。どんなお菓子なんだろう。柔らかく滑らか、まるで絹のような口当たり。あ、だから絹の調べって言うんですね。美味しそう。お餅大好きなんですよね。美味しさの秘密、柔らかくほんのり甘い餅生地を薄く伸ばし、上品な甘さの粒あんを優しく挟みました。うわー、この柔らかい絹のような繊細なお餅に優しい甘さのあんこが入ってるって、この甘いの苦手な方とかでも美味しく食べられそうな感じがしますね。和菓子って結構甘いものが多い気がしますけれども、ほんのり甘い上品な味わいだそうです。安心の国内製造、あ、石川県加賀市にて生産してるんですね。あ、今北陸の商品を買うことも被災地支援につながるって言いますからね。石川県内で作られてるものなど、
この機会にいっぱい食べてみるのもいいんじゃないでしょうか。おいしそう。さて、絹の調べ早速食べたいところなんですが、もう一つ目の商品を紹介した後一緒に食べていきたいと思います。続いてがこちら。こちら羊羹4種食べ比べセット。うわー、おいしそう。和菓子ですね、どっちも。こちらは羊羹が食べ比べできるセットということで、羊羹ってこうシンプルな茶色い黒いもののイメージだったんですけれども、結構いろんな種類があって、小豆羊羹だけじゃなく抹茶羊羹、栗蒸し羊羹、お芋の蒸し羊羹、この栗とかお芋が使われてるんですね。昭和33年創業、老舗の羊羹専門店が作る手作り蒸し羊羹。美味しそう。いいですね。私お芋も栗も大好きなので、こうやって羊羹と一緒にいただけるってなかなかない機会で楽しみです。あ、まゆちゃん案件。確かにまゆちゃん、朝ごはんに4本お芋食べるぐらいお芋好きですからね。おすすめしたい、まゆちゃんに。計8本でこのお値段、安い。うわー、抹茶栗気になりますね。抹茶と栗の組み合わせ、和の美味しさが詰まってるんじゃないですか。小豆はこうシンプルな羊羹のイメージがありますよね。お芋も気になるな、私お芋大好きなので。お、やってきました、和菓子セット。え、めちゃくちゃいっぱいある。すごい、もうこれだけで一食分ぐらい。羊羹存在感がすごいです。え、これ持ってみてもいいですか。二の腕の筋トレになるかも。重みがしっかりありますね、やっぱり羊羹なので。美味しそう。じゃあこちらの絹の調べと羊羹食べ比べセット一緒にいただきたいと思います。じゃあまず最初にご紹介した絹の調べから。あ、フォークがスッと刺さる繊細なお餅ですね、柔らかい。あんこが入ってます。いただきます。うん、うん、すごく上品な優しい甘さなんですけれども、このあんこの濃厚な甘さもしっかりあって、さっきのハンバーグ食べた口の後に甘いもの食べて今幸せです。うん、あ、すぐ飲み込めました。お餅って結構食べるのに時間がかかる、ずっともち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 食べているイメージがありますけど、これすごく絹のようなこう柔らかくってでも繊細で食べやすいですね。わあ、美味しい。もう一回いただきます。これ冷えてるんですよ、結構スタッフさんが冷やしてくださったのかなと思うんですけど、ひんやりした甘さが口の中に広がって幸せですね。冷やして食べるのおすすめです。あ、食感がなんていうかな、こう耳たぶみたいな、赤ちゃんのほっぺたみたいな、それぐらいの柔らかさです。わかりますかね。
めちゃくちゃ弾力があるってわけじゃなく、こう柔らかく繊細でもちもちっとしてるんですよ。耳たぶ、赤ちゃんほっぺ、絹の調べ見てるだけでお茶欲しくなる。確かに落語でありますよね、今度はお茶が怖いっていや、じゃあお水もいただこうかな。続いて羊羹食べていきたいと思います。わあ、4種類ありますけれども、どれからいきましょう。赤ちゃんのほっぺた食べちゃダメだよ私食べたことあるわけじゃないですよ試食経験者じゃないですよイメージです。まんじゅう怖い、羊羹怖い。羊羹怖いな、もう私本当に羊羹が怖くてもう羊羹だけはもう怖くてダメなんですよパタンどれからいこうかな。あ、じゃあお芋から。結構大きいこれ一口じゃさすがに食べられないですね。ちっちゃく切っていただいてるものから食べようと思います。あ、抜けない濃密すぎて、どうしよう、ちょっと画面を他のところを写してください顔ですか ローディングじゃんけんポンフフフフ突然のサザエさんじゃんけんコーナーからの羊羹いただきたいと思います。お芋からいただきます。しっかり食べ応えがある、ずっしりした濃密さで、でも甘さは全くくどくなくって、お芋本来の甘みが引き立てられてますね。羊羹自体もお芋風味で、本当にお芋好きの方には絶対食べていただきたいです。美味しい。羊羹って日持ちもしますしね、非常食として備えてる方もいらっしゃるぐらい。こんなに美味しい羊羹、いろんな種類あったら、でも取っとけないな保存用にできないな、すぐ食べちゃいます。でも美味しい。羊羹美味しそう。芋羊羹うまいよね。くどくないから好き。あ、そう、本当にくどくないんですよね。お芋本来の甘みがしっかり際立ってます。バレた羊羹食べてるのバレた。本当は何が怖いか、お水ですお水が怖いじゃあもう一種類食べていきたいと思います。次何がいいですか、皆さん。羊羹、じゃあ抹茶と栗にしようかな。これ気になりますよね。あんまり抹茶と栗の組み合わせの羊羹見たことがないので、
ただきます。うん、あ、抹茶だ。抹茶の香りが鼻から抜けていきました。うん、上品な抹茶の甘さと栗のホクホクした食感が伝わってきます。うん、ふん、やっぱり濃密で濃厚でずっと食べられますね。ん、一口、あ、そうか、これ一口用じゃないのかあ、そういうことかハムスターみたいにずっと頬袋に入れてましたそういうことか、これはまたかじって食べるってことだったんですね最初こっち一口でいこうとしてましたからね危ない危ない。皆様は小さく切ってかじって食べてくださいということで、こちらの絹の調べと羊羹4種類食べ比べセットのお値段確認していきましょう。まずこちらの羊羹が4種類×2本セット8本入って2700円で、1200円オフクーポンが使えまして1500円でゲットできるということです。これぐらいのサイズでもだいぶずっしり存在感があって食べ応えがあったので、あの何倍も大きいものが8本も入ってこのお値段、めちゃくちゃお買い得ですね。あとは先ほどの絹の調べ、こちらが 25g×10個、約 250g で2200円です。こちらも1500円クーポンを使えばなんと700円でゲットできます。1000円でお釣りが来るのすごくないですか。こんなに上品で美味しいお菓子がたくさん入って1000円でお釣りが来るって、なかなかお買い得なんではないでしょうか。ぜひ皆様このボタンをタップして商品詳細をチェックしてくださいずっと羊羹を食べてますでは、デザートも食べましたけれども、もう一つご紹介したい商品があるんですよね。続いての商品はこちら、柔らか練り梅です。いや、私梅命ってぐらい梅大好きなんですよ。なのでこの柔らか練り梅めちゃくちゃ気になってました。和歌山県産の紀州南高梅を贅沢に使用しているということです。皆さん梅は好きですか。羊羹、羊羹でなあれ、寒波到来あれ、天気図見たら寒波到来してたっけな羊羹で食べさせていただいていますけれども、梅の話に参りましょうか。よだれ出てくる。うーん、梅とか酸っぱいもの見るとねよだれ出てきますよね。試食する前に皆様と一緒に梅の商品ページ見ていきましょう。こちら、南高梅の美味しさがぎゅっと詰まったほんのり甘くほんのり酸っぱい練り梅だそうです。気になりますね。種がないから食べやすい。あー、これ大事ですよね。結構お家で食べるってなると、種出せますけど、外で食べるってなるとなかなかこう種があるとペーってしづらいじゃないですかガムみたいにペーって一粒ずつするのちょっと恥ずかしいので、種がなく食べやすいのありがたい。
プリ約 200g 入っているそうです。持ち運びにも便利。あ、個包装になってるんですね。これめちゃくちゃ良くないですか。個包装衛生的ですし、一回開けたとしても結構長時間、長期間に分けて食べられそう。持ち運びに便利ですね。本当の梅干しのような食感に近づけた練り梅です。程よい酸味で梅が苦手な人でも食べやすいと大好評。梅干しってものによってはすっごく酸っぱかったりするじゃないですか。私も以前花火配信の時に土用の丑の日でうがつくものを食べようということで梅干しをスタッフさんが買ってきてくださって番組中食べたんですけれども、あまりにも酸っぱすぎてこうっていう顔をしてる時に花火大会が終わったんですよね。なのでフィナーレをこうで視界を奪われた状態で見られなかったっていう経験があるんですけれども、皆様覚えてますか。伝説の花火配信。そうなんですよ。でもこれは程よい酸味で食べやすいそうなのでいただきたいと思います。いやー、私の視界が奪われるかどうか注目ですね。あ、柔らかい。ちょっとプニプニしてます。美味しそう。本当の梅干しみたいですね、見た目が。いただきます。うまい。酸っぱい。あ、ちゃんと酸っぱさありました。うん、甘みが強くて酸っぱさあんまりない練り梅かなと思ったらちゃんと酸っぱさもあります。でもそれが美味しい。梅好きの人って結構酸っぱさがないと物足りなかったりするじゃないですか。梅のなんていうんですかね、酸っぱうまい感じ、旨味と酸っぱさが共存してる感じです。しかも中がなんでしょうね、ペースト状になってるのかな。すごく濃厚で美味しいです。グミみたいな感じじゃなく柔らかくてちょっとペースト状になってる感じですね。うん、本当に種がない梅干しみたいな感じです。酸っぱうま。止まらなくなるやつですね、これは。梅は結構塩分も含まれてるので夏の塩分補給、運動した時とかに軽くパクッと塩分補給で食べるのもいいんじゃないでしょうか。個包装で持ち運びにも便利なのでね、持ち運びたいですね、これは。え、本当に美味しい。私梅のお菓子とか本当に大好きで、いつも梅命って言ってるんですけれども、これ持ち運びたいですね。番組中とかのインターバルにもパクッと食べられて良さそう。ではこちらの価格確認していきましょう。欲しいな、私欲しい梅だけに。欲しい梅、私の欲しい梅はこちらのお値段です。2000円、税込みで2000円ですね。美味しそう。でも1000円オフクーポンを使えば 50% オフで1000円でゲットすることができます。200g 入って一個一個個包装で1000円ってお得ですね。私これ買ってカバンに忍ばせておきたいな。皆様も気になりますか。あ、寒波到来。私の欲しい梅が皆様を寒波に陥らせておりました。あ、欲しいなーって皆様
コメントが来ております。ということでね、こちらの練り梅ぜひチェックしてみてください。ということで、ここまで北海道とれたて本舗さんの商品4つご紹介していきました。絶品でしたね。ではここからは X 連動企画のコーナーに参りましょう。この企画は皆様から募集した投稿を見ていくだけでなく、 LIVE TV 公式でアンケート機能も使っていきたいと思います。では皆様に早速質問です。先ほど紹介した商品で買いたいと思ったものは？ねりゆめ、羊羹、ハンバーグ、キムの調べ。大盛り上がりですね。X でもご回答いただきたいと思います。こちら今からポストしますので、ぜひ投票していただければと思います。どれも欲しいと思うんですけれども、その中でも一番欲しいものどれでしょう。ポストしていきますね。はい、できました。この後後ほどですね、アンケート結果も番組内で見ていきたいと思いますので、それまでにご回答ください。あ、まだ送信できてないかな。もうちょっとでできますね。はい、できました。ポスト送信完了です。それではアンケートの結果を待っている間に、事前に皆様から投稿していただいたお題、食のこだわりについて見ていきましょう。こちら昨日もね、皆様の回答引用ポストをちらっと拝見させていただいて、たくさんご回答いただいていて嬉しいなと思っていたんですよ。では一番最初のポストから見ていきましょうか。こちらです。食へのこだわり、野菜から食べる、残さない、疲れやストレスで貧血になったら Y 岡屋などで輸血を試みる。え、私？これ私のツイート？あ、これ左上山岡屋さんのもつ味噌ラーメンじゃないですか、期間限定で出てる。あ、右上が山岡屋さんの期間限定で出てた12月28日に終わっちゃった醤油豚骨ラーメンですね。いいですね。確かにあのラーメンとか食べる時も野菜から食べ順を意識するっていうのは大事ですよね。餃子は酢胡椒。あ、わかります。私も酢胡椒大好きなんですよ。あのお酢のさっぱりした感じと胡椒のピリッとしたアクセントが餃子の濃厚な甘みにマッチするんですよね。これ味噌ラーメンかな。美味しそう。バターが溶け込んでます。さすが広報。非公認広報大使としてやらせていただいています。食のこだわりは少し変わっていまして、自分の直感を信じると、自分が信頼している人のおすすめを信じるです。これで 100% とは言いませんが、旅先でも高確率で良いお店を引き当てることができ、満足することができます。あー、いいですね。素敵なお店のお写真も添えていただいて、確かに直感って大事だと思います。やっぱり評価とかも気になりますけど、あ、美味しそう、ここ自分に合ってそうとか好きそうとか、そういう直感を信じるといいお店に出会えたりしますよね。こだわり正直あんまりないです。あえて言うなら、昼ご飯は手っ取り早く食べられるものを食べる。昼ご飯を時間通りに食べられない時期が多かったので、長かったので、あ、これはお仕事上だったのかな。私たちキャスターもですね、お昼ご飯の時間がしっかり確保されているわけではなくって、自分で時間を見つけて食べるタイプなので、私もあのお昼ご飯手軽にパクッといけるもの選びがちですね。わかります。食へのこだわりは、月初めに名古屋名物台湾ラーメンを必ず食べに行きます。お店は名古屋の名店、これは味仙って読むのかな、味仙、あ、味仙、味仙さん。かなり辛いラーメンですが、食べると気合が入るんですよ。見たことありますね、この
ラーメンと器の感じ、名古屋名物台湾ラーメン、うわー、この寒い時期に食べたらめちゃくちゃ代謝が良くなって汗かきそうですね。私激辛はそんなに得意じゃないんですけど、ピリ辛ぐらいは好きなので食べてみたいですね。いつもあのお店出るとき24時間マラソン走ったぐらい汗かいて出ているんですけれども、お店を行ってみたい。早口になりそうな予感、なってますか早口なってますか私今予言者さんがいらっしゃいました。こだわってたわけではないですが、すき焼きに大根入れないのはめちゃめちゃ損してると思いますよ。お肉も旨味も染み込んでご飯が進みますよ。すき焼きに大根、へー、私大根入れたことないですね。めちゃめちゃ損してました確かに旨味染み染みで美味しそう。おでんとかに入れる大根も染み染みですもんね。続いて、自分への食へのこだわりは餃子や刺身など何もつけないで食べることです。周りからはびっくりされますが、素材本来の味を楽しみたいという謎のこだわりがありますといただきました。うん、わかります。私も餃子、酢胡椒をつける時もあるんですけれども、基本的に1個目はそのまま食べますね。なんでしょう、種の味とか皮の味とかで十分旨味たっぷりなので、つけなくても美味しいですよね。でもお刺身何もつけない方は私出会ったことないかもしれないです。醤油わさびつけなくても美味しいんですね。それだけ新鮮なものを召し上がってるのかな。今度やってみよう。こちら、私のこだわりは塩です。我々が美味しいものを食べられるのは塩のおかげ。料理に使うのはもちろん、最近はとんかつ、天ぷら、餃子なども全部塩でいただきます。ももちゃんがとんかつ塩で食べるのが好きって言ってた気がします。美味しくって上質なものこそお塩でいただくと美味しさが引き立つ感じがしますよね。餃子も塩なんだ。コレクションの一部、左上から時計回りに沖縄、長崎、兵庫、大島、フランス、ボリビアの塩です。すごい、全部全然違うんですかね、味が気になります。食へのこだわりは魚を務めて食べるです。旬があるので季節を感じられますし、煮てよし、焼いてよし、生でよし、いろいろ楽しめます。何より体にいい、魚しか勝たんです。魚、確かに旬の魚を食べるってなかなか意識しないとできないことなので、自分で骨を抜いたりとか調理したりとかして食べてるのかな。私も真似させていただきたいですね。続いて、食へのこだわり、毎日必ず1回は料理をすることです。仕事後、簡単な料理でも必ず作るようにしています。えらい。ちなみに土産子なので、月に一度は自宅の自前のジンギスカン鍋を使い、ジンギスカンを焼いて食べます。月に一度ジンギスカンですか。私人生で1回もジンギスカン食べたことがなくて、食べてみたいんですよね。美味しそう。ご自身で作られるんだ。動画見ましょうか。わー、お肉がジュージュー言いながら煙を立てて、わー美味しそう。こうやって野菜で囲むんですね、ジンギスカンって。へー、うまみたっぷり。あ、何ですかこれはなんてもの、ザンギ。お寿司、すごい、すじこからいくら丼、プロじゃないですか料理店のホームページ見てるかと思いましたすごい、
ご飯は固め希望ってところです。ご飯の固さが好みの固さだとふりかけなども必要なくご飯だけで食べられます。あー確かにあんまりご飯だけで食べることってないですけど、それだけ美味しく自分好みに炊けてるってことですよね。朝ごはんの締めに必ず豆腐を食べます。あお豆腐もすごく素材の美味しさを味わえるものですもんね。健康にもいいし。私のこだわりはいつも大豆。油物の後は黒ウーロンです。一度ファスティングを真剣にしたことがあり、納豆や豆腐豆乳に大ハマりして、今も毎日大豆食品を摂取していること。油物を食べたら自宅で沸かして作った黒ウーロン茶をガブガブ飲んで10代の体重を20年キープしてます。すごい、20年10代の体重をキープ。高校生ぐらいの体重ってことかな。へえ、黒ウーロン茶ってやっぱ効果あるんですね。あの二郎系ラーメンのラーメン二郎の系列店でお店の前に黒ウーロン茶の自販機が設置されてることが多いんですよ。でラーメン二郎のお店に入ってお水を自分で注ぐのもありなんですけど、結構その店前の黒ウーロン茶を自販機で買ってペットボトルと一緒にこうラーメンいただく人が多いんですよね。まあ、ラーメン二郎なんて本当にこの世のカロリー全部詰め込んだみたいな食べ物なので、やっぱ黒ウーロン茶いいんだな。私もラーメン食べた後飲んでみようと思います。まだご紹介していきましょうか。これは食へのこだわりに入るか分かりませんが、夕食を食べた後いつもヨーグルトを食べています。夕食時の方がヨーグルトに含まれるカルシウムを効果的に摂取するには夜に摂るのがおすすめという記事を見てから毎回実施するようにしています。夜に摂る方がカルシウム効果的に摂取できるんですね。知らなかった。じゃあ私も夜食べてみようかな。朝のイメージがありますけど、ヨーグルト夜もいいんですね。食べるときに水を飲むです。お酒をたしなまないのでお酒に合う料理というものがわからないのと、甘いものを飲むと舌がそっちに引っ張られるのでお水かお茶を飲みます。例外はファストフードです。あーお水はもう何にでも合いますからね。万能ですよね。お水をいっぱい飲むって健康にもいいって言いますからね。私も1日 2,3 リットルぐらいお水を飲みます。お水大好き、わかります。醤油が大好きなので基本何でも醤油です。揚げ物や目玉焼き、お好み焼きも絶対醤油で食べます。目玉焼きとかは聞いたことありますけど、お好み焼き醤油って聞いたことないですね。醤油か、つけすぎると味が濃くなっちゃうイメージがありますけれども、でも何にでも合いますからね。皆様のコメントも見ていきたいと思います。黒ウーロン茶ないと無理、黒ウーロン茶はラーメンにいいよ。そうなんですよね、二郎系に合うんですよね。お好み焼きソースじゃないんだね。本当にソース以外でも美味しくいただけるんですね。新たな食の幅が広がりそう。私のこだわりは必ず16穀米を食べることです。 au ペイマーケットで昨年の放送で紹介されていたこともあり、それ以降健康を意識するようになりました。この番組を見て、春の地ショッピングを見て16穀ご飯を食べるようになったのかな。私もこの晴れのちショッピングで16穀ご飯、たくさんね穀物が使われているご飯試食させていただいたんですけれども、一つ一つ味が違って、このお豆のホクホク感とかプチプチってした食感とか、すごく食べていて食感が楽しくて味も美味しくてびっくりしましたね。健康にもいいですし、できるだけ料理は手作りします。大切ですね。ついついこう外食の方が楽だったりしますけれども、手作りをされる
こだわりじゃないけど飲んだ後の締めに普通ラーメンなんだけど、自分が好きなのは濃いめのコーヒーとバタートーストをいただくことかな。喫茶店は酔っ払いは来てほしくないだろうけどね、ということです。コーヒー、お酒とコーヒーって合わせても大丈夫なものなんですか？私コーヒーが体質的にあんまり飲めなくて、コーヒーを飲むと心臓がバクバクするんですよ。なのでお酒を飲んでもちょっとバクバクするじゃないですか。こんなになっちゃわないかなって心配になるんですけど、体質によるのかな。ということで皆様いろんな食へのこだわりがありました。面白く拝見させていただきました。たくさんのご参加ありがとうございます。ではここからはアンケートの結果を見ていきたいと思います。先ほどお伺いした北海道とれたて本舗さんの4種類の商品の中でどれが一番欲しいと思ったか、結果はこちら。おお、デミグラス煮込みハンバーグ、欲しい人が多いですね。ああハンバーグコメントも来ております。次に多いのが4貫4種食べ比べセット、これも美味しかったんですよね。ずっしり食べ応えがあって、あとは絹の調べも、これもたまらなかったです。上品な和菓子、いくらでも食べられる。柔らか練り梅、これもね、酸っぱうまくて最高だったんですよ。ということで、たくさんアンケートにもご参加いただきました。以上、X 連動企画のコーナーでした。ペイマーの皆様、ご協力いただきありがとうございました。ではここからは番組横断企画に参りたいと思います。次のコーナーは晴れのちショッピングで全ての番組で実施する番組横断企画です。2024年1月はお正月、年始めを軸に横断していきます。私たちキャスターがやる企画は晴れのちショッピング的オリジナルカルタを考えよう。はい、こちら1月出演されていたキャスターさん皆さんやられていて、私もね番組見ながら楽しそうと思っていたんですよ。今回私が担当するのがラ行と和行ということで、もうこれで完成ですね。最後まで作っていきたいと思います。スタッフさんが晴れのちショッピングの名場面のカルタをカルタの取り札にしてくれました。それぞれに当てはまる読み札を視聴者の皆様と一緒に考えていきます。やっぱりこのコーナーは皆様からのコメントがすごく秀逸で面白いと話題なので、ぜひ今回もたくさん読み札ご意見いただけると嬉しいです。ラ行と和行、結構ね和音はウとんが入っていて難しいかもしれないんですけれども、このウの方は普通のカルタのルールとしてお、あいうえのおのおが一番一文字目で、例えばおにぎりおとかのおが入っていれば、文字の中に入っていればいいそうです。そうなのでおの札はおから始まらなくてもおから始まるもので大丈夫です。んもね、こう例えばうーんとかうんまとかいろんな使い方ができるかと思いますので、ぜひ皆様のご意見もお待ちしています。では過去の札見ていきましょうか。オリジナルカルタ一番上が私ですね。これ見なくても分かります。再現しますね。へえ、山岡へ行ってきたんだ。ほら
これあやちさんが考えてくださったんですよね。私に抜け駆けして山岡屋に行くなんて許せませんね。こんな感じでね、取り札に合わせて読み札を考えていきたいと思います。これがアイリンさんで、なんで私の誘い断っちゃうの、ももちゃん。え、これがももちゃんってこと？これは感謝祭の時に本線と中継したんですけど、感謝祭の時に本線と中継して、その時にあの筋トレ の商品紹介みたいなのをこれアイリンさんやってるんですけど、はい、それを一緒にやろうよってなったら、それは断ったっていうくだりが、そうなんですか。ももちゃん断ったんだ。面白い。確かにね、突っ込んでますもんね、アイリンさん。あとはまゆちゃんだ。なんだこれ、にやり何かを企むまゆさん。これどういうシーンだったんですかね。すごいいい顔。これがりーちゃん、ぬ、塗りづらいな。シンプル。確かにちょっと塗りづらそう。いっぱいありますね。おー、あ、五七五っぽくなってるのもいいですね。これがももちゃんで、の、残ったら持って帰ろう、美味しすぎ。これ良くないですか。この五七五っぽくなってる、読みやすい。これ何だと思いますか。私の年収低すぎ。何ですかこの読み札。いいですね。まあ、こんな過去のものも参考にしながら皆様と一緒に考えていきたいと思います。うん、あ、これもちょっと五七五っぽいかな。ね、本気で怒るよ、許さへんで。りーちゃん、いいですね。こんな感じで考えていきましょうか。じゃあ早速、今日の札がこちらに置いてあります。かわいいりーちゃん、そしてあ、さやさん、え、すごい不安げな表情。いいですね、いろいろ膨らみそう。ダンゴムシ。どういうシーンなんだろう。使えそうですね、いろいろ。あ、これ私。あ、これ覚えてます。あのピンポン玉キャッチのゲームをしてるときに、ちょっとね落ちちゃったんですけど、でも一回キャッチできたからいいですよねっていう。スタッフさんに少しだけ圧をかけただけですね。あとはまゆちゃん、かわいい、これパフェ食べてるのかな。アイリンさんが、あ、なんでしょう、日を避けてるような、でもかっこいい表情ですね。あ、ナナさん、いただきますみたいなポーズ、かわいい。え、これ何してるんだろう、ゆいさん。何かを握ってるように見えますね、真剣な表情で。こんな感じでたくさん札があるんですが、じゃあまずこのゆいさんの札から考えていきましょうか。皆様、ラ行和行で何かありますか。これ、そうですね、
お鍋かき混ぜてるみたいにも見えません？美味しくできるかな私のずんだ餅みたいな。どうですか？ヌートバーあーヌートバー、ラーズヌートバーのモノマネしますえ、私あんまり詳しくないんですけれども、こんな感じの持ち方なのかヌートバーさん、いいですね。ラーメンラーサー部長の意地を見せるで、ね、いいですね。ラーサー部長さん、ゆいさん乱暴にかき混ぜちゃうよそうですね、じゃあ読み札作っていきましょう。ヌートバーさんの本名が、本名というかフルネームがラ、ラーズヌートバーさんなんですね。じゃあラーズヌートバーのモノマネします。ラ。はい、こちら。ラーズヌートバーのモノマネしますこのモノマネをする前のちょっと不安げな表情にも見えてきましたね。ラ、まずラからいい感じにできましたね。じゃあ続いてこちら、ナナさん、ナナさんがお手手を合わせている写真、どうしましょうか。ナナさんといえばお米。リルレロ。ナナさんはあの天帝とも言われてますよね、先生こう悪い子を叱る先生のイメージもありますけれども、料理まだだけど白米だけいただきます。あ、いいですねナナさん言ってそう、料理まだできてないけど白米だけでいただきますいいじゃないですか。じゃあリ、料理まだだけど白米だけでいただきます。はい、料理まだだけど白米だけでいただきます。もうそれにしか見えないじゃないですか待ちきれない奈々さん。じゃあ続いてアイリンさんいきましょう。あと残ってるのがル、レ、ロ、ワ、オ、ンです。ラとリができました。こんな感じのアイリンさんのパワーが伝わってくるような
お写真ですね。どうしましょう。何にしようかな。ここ私がお天気界のブチャラティよとか。アイリンさん、お天気キャスター界のブチャラティになりたいっておっしゃってますもんね。ん？私は監視してないよ。めちゃめちゃしてるじゃないですか。ん？私は監視してないよ。いいですね。アイリンさんはいろんな動画だったりとか皆様のコメントだったりとかを見てらっしゃる、監視してらっしゃるので有名なので、じゃあ、ん？私は監視してないよ。札が出来上がりました。もうどんなに遠くからでも見つけられそうなアイリンさんの目線ですね。ゆとり札にも文字を入れていきましょう。ん？最後の取り札が出来ましたね。では続いてまゆちゃんでいきたいと思います。はい、こちら残ってるのがル、レ、ロ、ワ、オです。パフェをあーんしてるみたいに見えますね。かわいい上目遣いで。まゆちゃんはいっぱい食べるイメージがやっぱりありますよね。ル、レ、ロ、65杯目とか。いいんじゃないですか。65杯目のパフェ。どうですか、私が勝手に考えましたけれども。練乳かけて、あーかわいい、言ってそう。食べ過ぎ。いいね、65杯いいね。まゆちゃんだったらもしかしたら可能なんじゃないですか。じゃあ行かせていただきますね。ろ、できました。65杯目のパフェ、おいしい。まゆちゃんは驚異の胃袋の持ち主ですから、ローでいきたいと思います。では続いては私いきましょうか。こちらの取り札です。このね、上をじとっと見つめてる私。物陰に隠れて残っている文字がル、レ、ワ、オです。ル、レ、ワ、オ、何がいいかな。何してる、自分で考えるの難しいですね。自分で自分のを考えるって難しい。皆様の意見を求めます。残ってる文字がル、レ、ワ、オ。企んでる、そう、企んでるみたいな顔なんですよね、これ。綿毛の母です。あ、綿毛さん系ね、確かに
私を置いて山岡屋行ったんだ。また山岡屋ですか。1カルタに2山岡屋の読み札大丈夫ですか。山岡屋さんのカルタじゃないですよ。綿毛さん、私のご飯は。綿毛さんとかくれんぼ、あ、かわいい。綿毛さんこっそり監視中。私のアップ取らないでよ。あっぽい、言ってそう。アップあんまり得意じゃないですからね。じゃあせっかくなので綿毛さん関連でいこうかな。綿毛さんとかくれんぼ、かわいい。自分だけこんなかわいい札にしたら怒られるかな。さっきまゆちゃんに65杯パフェを食べさせておいて。わ、はい、できました。綿毛さんとかくれんぼ。かわいい。読み札がかわいい。じゃあ続いていきましょう。続いてはのんちゃん。これいろんな選択肢があるんじゃないですか。ホワイトボードにダンゴムシって書いて。こんな場面なかなかないですよね。残ってる文字がル、レ、ウの3つです。さあどうなりますかね。ル、レ、ウ。ダンゴムシ、山口さん、ル、楽しそうな感じがしますよね。ルンルンみたいな、ルンルン、ダンゴムシ勉強会楽しいなみたいな。山口さん主催のダンゴムシ勉強会。どうですか。あ、お前をダンゴムシに命名します。山口さんをダンゴムシと呼んだ伝説の動画じゃないですか。まあ、確かにおから始まってもいいですからね。おじゃなくても。おい、ダンゴムシじゃなかった山口さん。いいですね。あ、いいですね。皆さんお上手。お天気を解説するよ、その人とは。あー、ダンゴムシ、ダンゴムシじゃない。山口さんですから。連絡です。山口さんはダンゴムシ。その俳句になってるっていうのもいいですね。のんちゃんっぽくて。うわー、迷う迷う。いいのがいっぱいあるけど、でもちょっと私面白いなと思ったので、これでいきたいと思います。いいんじゃないですか。こちら、お天気を解説するよ、その人はダンゴムシ。絶
じゃなく山口さんなんですけれども、この写真がね、いい振りになってますよね。はい、あ、待って、和音の方だ間違えたごめんなさい。ボですね。ボ、はい、ちょっと書き直そうカッコ、カッコ O にしとこうかな。あ、でも O が入ってますね。うん、カッコ O。 うん、これでいいんじゃないでしょうか。カッコ O。 では続いていきましょう。あと2つ、ルとレが残ってます。さやさんが不安げな表情でこう手を握りしめている写真、これ何のシーンなんだろう、気になるこの晴れのちショッピングでこんな顔することあんまりないですけどねさあ皆さん、さやさんの写真何に使いましょうか。読み札何にしましょうか。うん、ルとレ、レ、ル、練習遅刻しちゃった確かにそういう表情に見えますね。うん、霊感があるおさや。あー、確かに霊見えてるのかなって感じにも見えますね。うん、る、れ、ま、ちょっと一緒に考えましょうか。あと2つなので、りーちゃんのこの可愛いポーズ、これも考えます。るとれ、どっちがどっちかな。いろんなシチュエーションが想像できそうですね、どっちも。レタス半額じゃないいいですねレタス半額じゃないさやさんがなんか半額キャラみたいなお得に買えるのいいですよね。私も半額好きです。レポート出し忘れた、どうしよう。あー、ぽいぽい。冷房きつくないですか確かに勇気を出して冷房の温度について触れた。半額プリンセスやっぱ皆さん半額ネタが好きですね。じゃあレで、レ、レタス、さやさんがレになりました。はい、レタス半額じゃないいいですね。皆様のおかげでどんどん決まっております。はい、そして最後、りーちゃんのる、りーちゃんの札はるです。消去法でるになりました。先に書いとこう。るで何かいいのあるかな。留守番嫌や、私も連れてって。あー、ぽいぽい、関西弁でね、留守番嫌やねん、連れてってってかわいい。ルームメイト募集中です立候補殺到しますよ。ルール違反したら泣いちゃうよ。留守番してるからお土産よろしくあ、ルミナリエ行かへんの。あー、
リュウナちゃん、リーちゃんの名前の由来がルミナリエなんですよね、神戸の。ルミナリエ一緒に行かへんとかいいんじゃないですか、リーちゃんっぽくね。じゃあできました、ルミナリエ一緒行かへん、かわいいいいじゃないですか。ということで全札が完成しましたね。私の担当したラ行と和行が完成しました。全部見ていきましょうか。ちょっと皆様のね、やっぱキャスターさんへの愛がいっぱい伝わってきましたね。こんなにたくさんポンポン出てくるとは思いませんでした。すごい。じゃあラから見ていこうかな。ラがこちら、ラーズヌートバーのモノマネしますそしてリが料理まだだけど白米だけでいただきます、ナナさんらしいですね。そしてルがルミナリエ一緒行かへんリーちゃん。そしてレがさやさん、レタス半額じゃないごめんなさいさやさん皆さんが半額推しだったんですそしてロ、65杯目の場合美味しいこれはちょっと悪ノリをしてしまいましたが、まゆちゃんは食べるのが大好きということでロを活用して活用させていただきました。そして和が綿毛さんとかくれんぼあ、ごめんなさい、やっぱ私自分だけなんか可愛いのにしすぎたなお詫び申し上げますお、のんちゃんのお天気を解説するよ、その人はだんご飯というボードを持っているのんちゃん、のんちゃんらしく俳句で行ってみました。そしてんがアイリンさん、ん、私は監視してないよバッチリ監視しているというアイリンさんで締めさせていただきました。いや、いくつかグッズができたら嬉しいですよね。これキャスターみんなで考えて、キャスターが札になっているカルタ世界に一つだけなので、これグッズ化されたらぜひ皆様楽しんでいただけるんではないでしょうか。皆さん欲しいですかふふ欲しい、商品化してほしい。うん、キャラに合った読み札で素敵やん、ありがとうございます。ほぼ大喜利ですね。もう皆様がどれだけ普段番組を見てくださってるかが伝わってきますね。はい、ということで全部いい感じ。ここまで晴れのちショッピング的オリジナルカルタを考えようのコーナーでした。では続いてこちらの企画に参りましょう。題してこれって何のこと？検索ワード連想クイズ楽しそう。こちらはですね、某テレビ番組から着想を得た大人気企画です。ネットであるものを検索する際に出てくる3つの関連ワードを1つずつ発表していき、このワードで検索されているものは何なのかを当てるというクイズ企画です。例えば正解が私、時田瑞希だとしたら、
検索ワードの例が身長、ラーメン、山岡屋ここにね書いてあるんですけれども、そう、私から連想されるものの3つのワードが出てきて、それを1つずつ聞いていって時田瑞希って当てるっていうゲームですね。1つ目の検索ワードで正解できたら3ポイント2つ目の検索ワードで正解できたら2ポイント3つ目の検索ワードで正解できれば1ポイント獲得となっていきまして、全5問で10ポイント以上獲得できれば先ほど紹介した商品の絶品アレンジ料理が食べられるそうです。これは絶対食べたい。では早速やっていきたいと思います。皆様と一緒に考えて答えていくコーナーになっていますので、コメントもどしどしお待ちしています。それでは第1問目の1つ目の検索キーワードから見ていきたいと思います。面白そうコメント来てますね。では1つ目の検索ワード見ていきましょう。どうぞ。このワードで検索されているものはスープ。スープってことはやっぱりスープがその中の一部ってことなんじゃないですか。これカテゴリーは何なんでしょう。カテゴリーは秘密？1問目なのでカテゴリーも秘密で、山岡屋ラーメン、豚骨ラーメン、カレー、あ、カレー、スープカレーってことか。あ、皆さん豚骨とラーメンが多いですね。ラーメンかな。じゃあラーメンで回答していきましょうか。まだ一つ目ですがラーメン。はい、はい、答えはあ、違うんだ、ラーメンじゃない、ラーメンじゃなかったです皆さん。じゃあ2つ目の検索ワード見ていきましょう。どうぞ。運動？スープと運動？なんだ？ちなみに食べ物じゃないですね。あ、正解、食べ物じゃないんですね。体を温めるものですね。どっちも、スープも運動もそういう関連かな。運動、寒さ対策、違うか。どうでしょう、ダイエット。あー、ダイエット、確かに。ジム？ダイエット、ダイエットっていう人が多いかな。スープでダイエットのイメージあんまり。ダイエットにしてみようかな。でも正解したいな。わからん、全然わからん、難しいってコメントが来てますね。ダイエットか、じゃあダイエットでいきたいと思います。こちらダイエット、本当ですか。あ、そうなんだ。3つ目が食事メニュー。ダイエットってスープですること多いんですね。あ、スープダイエットとかってことか。なるほど。難しい。2つ目のワードで正解することができました。2ポイント獲得です。やった、皆様のおかげです。ではもう一問見ていきましょうか。続いての検索ワードはこちら。
星座。わあ、星座、空に関することですね。星座、こちらのカテゴリーは何なんだろう。ウェザーニュースで言えばアイリンさんが思い浮かびますよね、星空案内人の。星座なんだと思いますか皆さん。難しい。アイリン、そうですよね。あ、占い、確かに星座占い、星座占いって有名ですもんね。アイリン、アイリン、あ、アイリンさんっていう回答がめちゃくちゃ多い。カニ座、カニ座、アリスタルコス、星空案内人。じゃあアイリンさんって言ってみますか。みんな大好きアイリンさん。はい、アイリンさんで、アイリンさんでどうでしょう。あー、違いましたね。アイリンさんじゃなかったか。じゃあ2つ目のキーワード見ていきましょう。どうぞ。ソナタ、ソナタ、冬のソナタ、冬冬の星座、冬だえ、冬ですよね皆さん。いや、これは自信ありますよ。冬の星座はもう綺麗ですからね。空気が澄んでいて、どの季節よりも綺麗に見えるので。私、双子座流星群の中継もしましたからね、12月。冬で行きたいと思います。どうだ。あー、やったー冬でした。はー、あー、もうコメントももう冬しかないと来てますね。では3つ目、大三角形。あ、もう冬ですね。いろんなジャンルがありますが、第3問目いきましょうか。3問目のワードはこちら、ボール。これまた難しいな。ボール、ボール、ペン、ボールペン。でもペン、スペース、ボールで検索する人いないかスペース、ボール、サッカーとか野球とかスポーツですかね。皆様どう思いますか。野球、宇野沢さんハイボール、ハイボール、テニス、バレー、大谷翔平選手。二刀流、野球関連が多いかな。野球、野球にしてみましょうか。大人気スポーツですからね、野球。はい、野球でいきたいと思います。結果は、あー、1個目で当てるの相当難しいですねこれ。では2個目のワード見ていきましょう。2個目のワードはこちら、桜。桜、ボールと桜の共通点なんでしょう。何か思いつきますか皆様。ラグビー、キャンプ、ラグビー、あ、ラグビーなんですか。全然わからん。ラグビー、ガンダム、ラグビーか、ラグビーなのかな。ラグビーで行きましょう。
ラグビーでいきます。結果は、違いました。全然わからない。じゃあ3つ目見ていきましょうか。こちらクエスト。なるほど、そういうことか。うわ、難しかったな。もうこれは一択ですね。いや、ボールと桜で全然結びつかなかったです。答えはこれだ。ですよね、そういうことか。ドラゴンボール、ドラゴン桜、ドラゴンクエスト、そういうことなんですね。今年の干支はドラゴン、タツですからね。縁起がいいな。皆様正解してることいらっしゃらなかったんじゃないですか。2個目の時点だと、いらっしゃいました。1個目でいました。うわ、天才だ。見逃していました。つかもうぜ。歌いたくなっちゃいます。危ない危ない。じゃあ第4問目いきたいと思います。4問目のワードはこちら、 iPhone 15。iPhone 何でしょう。難しいですね。 iPhone 充電。なんだ、ジョブズ、スティーブ・ジョブズ。今のところ個人名は一度も出てきていないですけれども、個人名の可能性もあるのかな。リンゴ、リンゴか。スマートフォン、ゲーム、ウェザーニュース。ウェザーニュース、 iPhone 出てくるかな。リンゴ、リンゴの可能性も確かにありそうですね。ウェザーニュースアプリ、アプリケーション、難しいですね。じゃあウェザーニュースアプリでいこうかな。やっぱり弊社の自慢の、間違えた、ううって書いちゃった。気持ちが先走りすぎました。ウェザーニュースアプリ、はい、結果はどうでしょう。違うか、なんだろう。じゃあ2つ目のワード見ていきましょう。どうぞ。止めるな。このって分かる瞬間楽しいですね。皆様これはもう分かりますよね。コメント見てみよう。ちょっと時差がありますけれども、カメラ、そうですよね、カメラですよね。もうカメラ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 。いっぱい来てる。カメラ、どうだ。やっぱりそうですね、カメラを止めるな。 iPhone カメラ買い取り、カメラ買い取り、3つ目が最初に来てたら難しかったかもしれない。ということで第4問目まではいい感じに回答できてますよね。ちなみに次が最後で、ちなみに次が最後で、次1つ目で正解できないと、次1つ目で正解できないとご褒美なし。追い詰められた。
そうですよね、まだ一つ目のキーワードで一発正解できてないんですよ。最後こそ当てたい、頑張ります。では第5問目はこちら。何人聞ける、何人聞ける、聖徳太子聖徳太子はね、一度に10人だったかなの喋ってることを聞き取れるって有名ですよね。歴史の授業で習いました。皆様どう思いますか。私聖徳太子が一番に出てきたんですけれども、歴史上の人物、他に何かあるかな。アイリンさんアイリンさんも確かに同時にいろいろ聞けそうですよね。マルチな方なので。皆さんは稲葉物置、それ何人乗れるかじゃないですかじゃない聖徳太子でいいですか。じゃあ聖徳太子でいこうかな。これで一発目で正解できたらご褒美ゲットできますよ。これが外れていたらご褒美ゲットならず、これにかかっています。聖徳太子お願いします。あー、やったうわー、よかった。いなかった。17条の憲法、あー、いやー、よかったギリギリで10ポイント獲得できました。いやー、楽しかったですね。皆様とご褒美用意してるので、ちょっとコメントの皆さんの理解、今ご褒美用意中、準備中ということなので、皆様と一緒にゲーム振り返っていきたいんですけれども、皆様のコメントに助けられましたね。やっぱり時報ですね、時報勝利しました。ご褒美楽しみね。パチ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 。このゲーム面白いですね。普通に友達とみんなで集まってこのゲームするのも楽しそうじゃないですか。検索ワード3つ選んで、これが何のワードなのかっていうのを当てるゲーム、いいな。ちなみに私のこう上位3つって何なんですかね、気になってきました。さっきね、ラーメン山岡屋とか言いましたけれども、時田瑞希、あ、上位3つが身長、スタイル、ツイッターでしたこれは分かんないですね。身長、スタイル、ツイッターで時田瑞希他のキャスターさん気になりますね。じゃあ結構似通ってくるのかな。アイリンさん、山岸アイリーで検索すると、あ、大学とかウェザーロイド、インスタ、いろいろ出てきます。ウェザーロイドは一発で分かりますね。あとはウェザーニュースとかどうなんでしょう。ウェザーニュース、あ、新宿、渋谷、東京めちゃくちゃ地名でした。あとはそうですね、英雄、あ、晴れのちショッピングとかどうなんだろう。晴れのちショッピング、アーカイブが出てきました。あー、やっぱそれで調べてる方が多いっていうのが分かりますね。面白い。皆さん検索してる方も多いんじゃないですか。こう言われると気になってきますよね。
綿毛さん綿毛さん、綿毛さん出てくるかな。あんまり検索してる人いなさそうですけれども、あ、何も出てこなかったですかわいそういいんです、かわいいからこれ本線でもやろう。あ、ウェザーニュースライブでもやってみたいですね。例えばお天気ワードとかでも面白そうじゃないですか。寒冷前線みたいな、寒冷前線で見ると温暖前線、風向き、雲、この温暖前線と風向きと雲で何のワードだったのか元の検索ワードが当てるとか、難しいけど楽しそう。分かった瞬間、分かった瞬間、やっぱもうアドレナリンが出ますねってひらめいた時最高ですね、このゲーム。山岡屋、山岡屋で調べますか。山岡屋、あ、でもこれも東京ラーメンメニューなので、やっぱ特定の会社名とかだと場所が出てきがちかもしれないですね。うん、幕張、あ、幕張で調べたらウェザーニュース出てこないかな。幕張、あー出てこないな。ホテル、ニューオータニ、アパホテル、ホテルで検索してる人が多いですね。まあ、観光で来る方も多いですからね、幕張は。ライブとかフェスとかいっぱいやってますし。ということで、こちらの検索ワード連想クイズ10ポイント獲得のご褒美が来ました。え、想像してたものと全然違う。なんとお茶漬けが来ました。え、すごい、これ練り梅を使ったお茶漬けなんですか。え、お菓子としてパクパク食べるだけじゃなくって、こうやってご飯にも使えるんですね、梅干しが。すごい、ちょっと嬉しい。締めに最高ですね。いただきます。美味しそう。ちりめんじゃことネギもいっぱい入って、確かにこの梅、練り梅、すごく甘く加工されてるわけじゃないので、本当の梅干しみたいだったので、こうやってご飯にも使えますね。うん、まっうん、あー酸っぱうまい梅干しがアクセントになって、このお茶の優しい風味とうまみ、ご飯とネギとジャコのバランス、うん、いくらでも食べられます。最高だ、聖徳太子のおかげだ、うん、ちょっとね、器が熱くて持てましたグッときたということで、ここまで、これって何のこと？検索ワード連想クイズでした。あ、美味しいご褒美まで食べられて幸せです。ということで、まもなく配信終了のお時間が迫ってきましたが、ここでもう一度番組冒頭にご紹介した右下のカートの商品たちをおさらいしましょう。右下から見ていきましょう。一つ目の商品から見ていきましょうか。一つ目の商品覚えてますか。あの美味しかったハンバーグ
デミグラス煮込みハンバーグです。簡単美味しい便利なデミグラスハンバーグ、こちらがですね 200g×2 袋で2000円なんですが、1500円オフクーポンを使えばなんと500円でゲットできます。すごい、1食分のご飯より安いじゃないですか。500円って 400g 入ってるのに。そしてもう一つ、こちら絹の調べ、この柔らかくてふわふわな赤ちゃんのほっぺたみたいなお餅の中に優しい甘さのあんこが包まれていた絹の調べ、こちら 25g×10 個で2200円なんですが、1500円オフクーポンを使えばなんと700円でゲットできます。いや、1000円でお釣りが来るって本当すごいですよね。そしてもう一つ、こちら羊羹4種類食べ比べセット、4種類かける2本セットということで8本入って2700円なんですが、1200円オフクーポンを使えばなんと1500円でゲットすることができます。これも美味しかったな。ずっしり濃厚な甘さで、お芋本来の甘さだったり栗の本来の旨味もしっかり生かされている羊羹でした。そしてもう一つがこちら、柔らか練り梅、これは一個ずつおやつとして食べても美味しいんですけれども、こんな風にお茶漬けに入れてご飯にのせて食べても美味しい万能な練り梅でした。こちらが 200g で2000円のところ、1000円オフクーポンを使えばなんと1000円でゲットすることができます。いやー、美味しいもの盛りだくさんでしたね。今回は北海道とれたて本舗さんの大人気商品をご紹介していきました。気になった方は右下のカートボタンからご購入をお願いします。さあ、盛りだくさんでお届けした晴れのちショッピングでしたが、皆様いかがでしたでしょうか。私もすごく楽しい2時間を過ごすことができました。コメントでもたくさん盛り上げていただきありがとうございます。クーポンゲット、いいですね。クーポンゲットしてぜひお得に手に入れてください。うまそう。クイズおもろかった。梅だけに、うめえ。うめえ。最後にもう一度寒波が襲来しましたけれども2時間早かった、3時間にしていずれは3時間に拡大したいですね。楽しかった、ありがとう。もう終わりなの？コメントもありがとうございます。来月も楽しみ。そうですね、来月2月もたくさんのキャスターが出演しますので改めて見ていきましょう。2月のスケジュールはこちら、5日月曜日19時からが檜山沙耶キャスター、9日金曜日19時からが小川千奈キャスター、13日火曜日の19時からは青原桃香キャスター、19日月曜日19時からは大島里乃キャスター、27日火曜日の19時からは私時田瑞希、29日木曜日19時からは小牧優キャスターが出演予定です。ということで、今日も2時間ご覧いただきありがとうございました。ぜひ引き続きハッシュタグ晴れのちショッピングをつけて拡散の方もよろしくお願いします。後ほどエゴサーチもさせていただきますので、ぜひハッシュタグ晴れのちショッピングで感想もお待ちしています。ということで、また次回ですね、私の出演は2月の27日ということで、またお会いしましょう。それではありがとうございました。